ハローテニスファン、小野田道久です。引き続き金子プロにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サーブ編です。はい、はい、サーブは得意ですか？サーブは得意中の得意ということですね。まあ苦手じゃないですけど、まあ、スペシャリストがね。いや、スペシャリスト、まあ、高尾の前で言うのもね、はい、なんか、うん、いやでもいろいろね、あの何年もその機会あるたびにいろいろ話をして、はい、なるほど、はい、まあ、左利きですから、はい、ちょっと今までは右利きのゲストの方がやっぱ非常に多かったので、あの金子さんとね対戦しててやっぱ左利きなんでスライスのイメージかなって僕すごくずっと思ってたんですけど、あのデュースサイドのいわゆる右利きのフォアにちょっとキックでやられるのがね、すごく嫌でした。僕ちょっとそういったところも聞いてみたいと思います、うん、はい、ちょっとじゃあ打っていただきましょうか、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。バテニグッズ販売中、詳細は概要欄にて。ここでは僕はまあ、高尾が言ったようにまあ左なんだけどスピン系の方が得意なの、はい、だから左としてはちょっと致命的なんだけど、でそのスピンサーブしか打て、まあ、スピンサーブだけじゃないんでもちろんスライスも打ってたんだけど、うん、それをやはりどういう風にして打てるようになったかというのを、まあ、高尾に聞いてできるようになったことを話します。はい、はいはい、でプラスあの今 の, そのストロークに通じるんだけど、このフェースアングルとこのパスのこのあれで、はい、このこっち側のデュースサイドの弾ましたくないワイド、はい、でまっすぐでいい、でこっちはワイドサーブで外に出したいと、はい、うん、その振り方の違いですね。うん、どう振るか、はい、でまあ、僕教える時もそうなんですけど、結構下から上にこう振るようにっていう風に伝えてます。はいはいはい、こういう風にして下から上に振るように、特に体の使い方としてこの胸をですねボールにぶつけていくぐらい上に行くように、うんうん、それはジャンプしろということではない、地面の力を使えればいいです、うん、はい、いやすいません、はい、どうしても前に振ろうとして、うん、ラケットがもう前に行ってんのに、うん、体も前に行こうとしてしまう、これだと逆に力が分散しちゃうんで、うん、なのでもちろんスイングは前、はい、で体の使い方は上に行くことによってボールに力が伝わってくる。前じゃないですか、前向いちゃわないってことですよ、うん、でこれがストロークでいうとこのスタンスのこの使い方でこう後ろから前にスイングと一緒に行かないと。なるほど、まあ、よくコンパスっていうふうに伝えてんだけど、はい、このスタンスを変えずに体はボールの方に力を伝えて、かつスイングは後ろから前にしてると、それと同じ原理です、はい、だから体も一緒に前に行かないように胸をボールにぶつけていくイメージを持ちます。胸を、胸をボールにぶつけていくっていうことはもちろんスライス系よりも自然に縦がかかりやすいってことなんですかね。でこれが次のステップで気づいたことなんだけど、うん、スイングの仕方です、うん、でもともとそう下から上にスイングもしました、うん、僕は、うん、なので少し順回転にスピンがかかると、うんうん、でワイドなどはあまり外に出せない、うん、でもその代わりに縦がかかってるんで浅くは入れれますよね、うん、そういうことですね、うん、でこれでじゃあどういうふうにスライスをかけられるようになったかというと、うん、もう下からこう上に行ってたの、まあ、いわゆるこの角度を変えない、うん、で体はもちろん上に行ってるんだけど、うん、この角度を変えずにこういうふうにして入ります。うん、まあ、これも少し情報が先にもう今流通しちゃって結構、うん、こうやって外に出す方が多くなってると思う。そうすると、うん、まあ、今ちょっと外に逃げたけど、うん、回転のかけ方によっては
少し中に入っちゃう時がある。でそれをそうさせないためこの角度を変えないで力を伝えていきたい。じゃあこの角度っていうのはどういうことかというと、例えばもうネットの正面向いてそのまま入っちゃうとこういうショットだよね、もちろんね、うん、こういう熱い当たりになるよね、はい、バンと当てる、はいはい、でそれを徐々に、うん、まあ、グリップを変えてもらっていいんだけど徐々に変えていきます。ここから少しスライスかかった、はいはい、すいません。じゃあ前に振るんだけどこう変わっていくってことですね、うん、グリップを薄く持つことによって。そうです。でこれをどこで変えるかっていうと、まあ、グリップ一つ、グリップとあとはこの角度、はい、うん、手首の角度ってことですね、うん、で今のでもう少しスライスをかけたいので、うん、ここからこのまま入る、うん、だこの面を面の幅を変えたくない、面の幅、はい、どうしてもこうするとこういうふうにかけちゃったりとか、はい、うん、あ、そういうことか。少しサーブのことを知ってる人だとこういうふうに外に行って、はいはいはい、じゃなくてこの面を変えずにこういうふうにして入りたい。なるほど、こういう使い方はしないんだ、うん、でもっとワイド出したいときはもっと角度をつけると、うん、はい、うん、でそれをコースによって変えます。だ例えば、うん、ティーを狙うときに、はい、あんま曲げたくないよね、うん、曲げたくない、あんま曲げたくないよね、はい、中入っちゃうね。そうするときは少しここを押さえます、うん、そうするとあんま曲がんないか、うん、あんま曲げないでこういうふうにし、うん、はいはい、まあ、ちょっと中入っちゃった、はい、ワイドのときもっと曲げたいよね、うん、ということはこっち側に振るんだけど、うん、もっと角度つけます、うん、こういうふうに、うん、だから、まあ、こっち側ネットだとするとこう入るのかもうこう入るのか、うん、こう入るのか、うん、でも入り方としてはこのまま入る。なるほど、この目このまま入ないんだ、はい、これを、うん、このまま入る、うん、でまあクロスだからこのまま入る、うん、ワイドの場合はそんな曲げたくないので、うん、ちょっと押さえて入ると、うんうん、今はそういうイメージを持って入るんですよ、うん、なるほど、うん、こういう感じじゃないんですか。じゃない、うんうん、そうすると例えばこっち側のワイドだと、うん、フォアを持ち上げさせたくない、はい、相手のリターン弾ませたくない、弾ませたくない、うん、時はで中に入らないようにしたいので、うん、外に押さえると、はい、うん、で逆にこっち側の T は、はい、曲げたい、曲げたい、はい、そうです。角度を強くする、うん、角度を強くしてこういうふうにして入るよ、うん、なるほど、という使い分けをするようにして僕は良くなった、うん、でもちろん教える時もそういうふうに伝えると、うん、あのばらつきがないボールの。なるほど、うん、で、落ちてからあんまりこう弾んでしまうとかいうのもないし、もちろん縦の巡回転の時も打ちます。このまんま、はい、こういう風に入るとさらにちょっとこういう風にして、はい、ドライブ回転、ドライブ回転、うん、ここからワイドの時はこういう風にしたりと、うん、まあ、あんま体は開かないでほしい、うん、だけどこっち側のワイドの時こうやって振れないよね、はい、あのだからもう少し体を入れてこっち側に振るように、うんうん、なるほど、うん、そんなにあの打ち方そのものは変えずにこの方向でちゃんと行きやすく、ここがあんまり暴れないようにしなきゃいけないですね、うん、こうやったりこうやったりとか、うん、キープして。なるほどね、うん、そう、要はまとめたい、ボールのばらつきをなくしたい、はい、うん、のでこういうふうにして、うんうん、でまあね、よく言うけど再現性だよね、はい、どれだけ再現性を高めるかだから、うん、あんまばらつかないように、うん、ばらつかないように打てる、うん、トスの、ね、高さも非常に一定だし、うん、あ、トスはねこれ高尾の参考にしましたどうやって打つか、はい、あのそんな高く上げないっていうあれですね、うん、もう上がってちょっと落ちた時に打つようにしよう、うんうんうん、こうやってトスにこう合わせて打つんじゃなくて、うん、この軌道のとこにね、スイングに合わせてこういう風に振ると、なるほど、
カネさんも選手の頃はもっと高かったんですか。高かった、はい、あんまサーブでそこまで考えたことなかった。あー、チームスタトリのメンバーになりませんか。僕の特別レッスンを配信中です。でこれがキックになるとまたちょっと変わります、はい、キックになるとこう入れてたラケットがもうこういう風に入れます。あ、そうですね、ちょっと頭より右側の方にトスが上がって、うん、でここもできるだけ角度つけた、はい、角度つけて、うん、だ右の方で言うとこう入ってたのがこういう風に入る、うん、でボールの入り方としてこういう風にして打ちたいです。そうか、こうこうですね。分かりやすく言うとそういうことですね。そういうことです、うん、もっと言うとこういう風に持っていきたいです。あ、アバに、うん、はい、はい、でこれが、はい、どうぞ、下と、あ、いやこのサーブが嫌だった。オプス、何かね、あの持たれてる感じあるんですよ。ここで一回乗ってるよ、ね、たわむというか、うん、ちょっとねこのコートが早いからね、うん、そういやでもあの、いや多分日本の中でもそのなんか左利きっていうとどうしてもスライス系が強いって意味、うん、イメージあるけど、金子さんのやっぱこのスピンはこれはね、うん、俺ウェインアーサー見てる。ウェインアーサーですよ、懐かしい。それスライス系じゃない、ウェインアーサー。でも俺ウェインアーサー使うの。キック、あ、そう、すげえ打つのよ、うん、うん、そっかそっか、キック打つの。でもここでこう、うん、リストを柔らかく使って、はい、うん、すごいし、うん、ちょっとクイックっぽかったですかね。もうちょっと体入れたいんだけどね、ちょっと今タイミング合わないけど、はい、僕も何度か対戦してるんで分かります、うん、あのサーブ受けたんで、うん、ショックも、そう、いやこのキックの感覚はちょっとあれですね、すごく、でまあそうですね、今の感覚で、まあ、これもフォアハンドと一緒です。原理、ここで厚みを出したい、厚みを出したい、これがどうしても薄いグリップでそのままかぶさってると厚み出せなくて、こういうふうにでスピンサーブ打てない方、まあもしくはスピンサーブをこれから打ちたいと思う方のできないその理由として、スライスのようにこっから前に行っちゃう、前に振っちゃう、前に振っちゃうからいけない、これを上に行かないと、体、まず左で行かせてもらいます。スライスサーブが癖になっている人はここから倒れて前に行っちゃう、だから弾まない、はい、こうか、でこれを頭で捉えたボールを戻してあげる、ここから戻してあげる、ここ結構やっぱ使いますもんね。でも金子さん言うほど反ってるわけじゃないんですよ ね、うん、傾いてすごくこうボールの下に自分が入って、自分が入ってラケットを下に入れてますね、うん、そういうことだね、うん、で、あとはボールを少し角度つけてあげることによって、はい、こっちから向かってくるボールに対してこういう風にして、あ、大げさに言うと、大げさに言うと、大げさに言うと、なるほどね、上から落ちてくるとこじゃなくて自分の方に向かってくるんだ、うん、このこういう風にして、はあ、まあ、これはスピンサーブになっちゃいましたけど、うん、まあスライスですよね。スライスはこういう風にして、いろいろ、まああんまフェースのアングルを変えずに、まあ、フォロー出していくっていう全体的なイメージはそんな感じで、もうここはしっかり作りたいね、はい、こうなのか、まあ、スライスだとこうなのか、うん、スピンなのかこうなのか、変にここに頼っちゃうとまとまらない、うん、はい、こうやって、ああなるほどね、巻いちゃうんですね、チャリって、ね、球速も出ないですもんね、やってしまいがち、現に僕もやってました、こういう打ち方。そうなるな、うん、金子さん、グリップはどれくらいで持たれてるんですか、薄さっていうのは。グリップも、はあ、ほぼコンチ、あ、ん？よりちょっと薄い、ちょっと薄いのか、薄いのと、はい、ワイドの時とかちょっと厚く握る時もあります、センター狙う時とか、
ちょっとだけワイドの方が薄いんですか。あ、ワイドっていうのはこっちからワイドの時は厚く握って、そうだね、はい、こっち側の外出したい時は、そっか、うん、少しあれですよね、僕なんかイメージ的にすごく指が斜めになってるなって思うんですよ。あれもこの角度がね、こうやって持ってる角度が、はい、このグリップに対して、それはもうストロークの感覚と一緒なんですね。一緒です、うん、ここを支点にしてこの小子球で止めて、あとは添えるだけ。うーん、まあ、ラケットヘッドの重さを感じたいです。感じたいから、うん、すごいこのスピン打つときにすごくこういいたわみがこうあって一気に反発してるから、うれしい、うん、いや、なんか、うん、あ、なんか無理して、でまあ、ある程度の筋力がもうあるし、タイミングも上手だからあれですけど、この無理はしてないなっていう、その筋力もあるけどすごい使ってるとか、うん、一般の方で多いのがやっぱり反ってすごい戻そうとして戻せない、うん、戻せるのが分かっててやるならいいんだけど、戻らないでこのまま倒れて打っちゃったりっていう方も結構いらっしゃるから戻らなくてこのまま前に行っちゃったり、はい、そうです、前はありますね、でスライスになっちゃうんですっていう風になるんで、うん、それは多いです、はい、耐えられない。だから戻せる範囲内を自分で分かんなきゃいけないってことですよね。倒したとしてもグッとこう、うん、で戻すのもグーッとやったら、うんうん、やっぱグーッと戻さないといけないんで、うん、一瞬でこういうあれで使い方で、うん、そう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 、こういう使い方をしたいよね、うん、あ、すごいこのキックサーブ改めて近くで見ると、うん、いつも反対側でリターンで構えてると、まあね、打ち方のとこなんてあんまり のそこまで見ないんで、うん、ボールとこのフェースのとこと、あ、どこ打つかなっていう雰囲気なんで、うん、うん、全然違った。ちょっとスイング方向ですね、やっぱ気をつけなきゃいけないですね、うん、下上であんまりこうやらないですね、うん、どうしても方向に対してのフェースの向きを向けたくなっちゃうので、うん、まあ、あとあれ もそうですけどね、スピンだとさ、どうしてもこのなんていうの、海内みたいなのをグッと使いたくなって、うんうん、それをやりすぎて、うん、コントロールが定まらないっていう、うん、あんまりここが暴れちゃいけないってことですね、うん、プロネーションはやっぱあんまし使わしたくない、うん、こういう風に、うん、最小限でいいってことですか。もう、まあ、体の構造的使えばいいんじゃないかな、うん、なるほど、最終的にこうなればいいってだけの話で、うん、無理くりこういう風にやんなくていいと思います、うんうん、なるほどね。チャンネル登録よろしくね。小野田がちょっとスピンサーブ打ってるのあれあ、スライスか、どっちだろう、どっちになっちゃったんだろう。ナミチン、どう、ミチはね、スライス、なんかスライスとスピンが混ざる、混ざってますね。ファーストサーブがどちらかというとこう順回転が出てくる、うん、本当ですか、うん、朝日生命でやった時懐かしい、そういうイメージあるね。アドサイドのちょっとスピン系は、こんな感じかな、やっぱあれですよね。でもこれも才能あるからいいけどもう一般的な人グラグラさせないです。なってます、グラグラしてるってことね。もう、まあ、まあもう典型的才能ある天才派だね、天才のサーブしてるけど、日本にならないさ、グラグラしてないでしょ、うん、やっぱここと一本もうもやぐらい一本持ってきたい、もやぐらい、そうそうそう、気持ち悪いあー、でもこれでも打ちやすいな、うん、でも乱れないよね。僕は再現性優先にするんで、うん、それかここがもうしなればしなるほどね、俺はこうなっちゃうんだよな、うん、僕もやっぱそのなんか、なります、僕はもうだってこのなんか自分の中でこのこういうのがやっぱりあるから、まあスピンはもう最近はそんなにやっぱ打たなくなるでしょ。高尾はいや持ってる、うん、そのカーボンの一本が、うん、はい、さらに上質なカーボンになってもうスリグぐらいな柔らかさで、うん、ピシャってこう合わせられる。だから硬さの中に柔らかさがある。あ、確かに。それを直接見て、うん、高尾さんが柔らかいから俺も柔らかく使ってなんて言ったらちょっと打てない。なるほどね。だから僕もはちょっと特殊だ、このしなりの中にちゃんと戻ってくるのをやっぱ硬さがあってのしなり、うんうん、なるほどね、うん、まあ、自分の映像はあんまりねこの動画でしか見れないから、うん、実際のやつとやっぱ違うんだね。
天才派だねこちら、うん、そうできちゃうからね、うん、できちゃう、そう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 、スーッと手に、はい、ということでサーブ編をやってきましたけれども勉強になりましたね。いや面白いですね。もちろんお互いでいろいろ話し合ったところもあるんですけど、はい、うん、やっぱ金子さんなりのそのやっぱり僕らってそんな2メーターとか195とかあるわけじゃないから、うん、この身長とねこの体の中でどうやって相手とこうパワーあるスピードあるでかいやつに立ち向かうかっていうサーブを研究してきてるんで、うん、しかも左でねやっぱ面白いですから、キックサーブなんか久々にこのグンドンってこう独特なね、ちょっと、うん、そうなりましたけど、いい遅さだと思うんですよ。これ早かったら多分回転量が少なくて絶対あんな跳ねないもん、うん、サーブはスピードではないということで、うん、いやでもやっぱスピードあった方がいいよ憧れはありますよ、欲しいよ、ね、欲しい、 R2 個したことはない、そう、うん、まあ持ってる中で戦わないといけないんで、うん、うん、それは今自分の持ってるまあこれからね教える人に対しては、うん、やっぱねサイズが190とかなる人、まあ、だからね、だからそういうサーブを選択させたいよね、うん、うん、いや面白かったです、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今プリンスのサングラスが熱い、はい、ということでプリンスさんはラケットだけじゃないということで、今回サングラスをご紹介していきたいと思うんですが、小野さんアウトドアでねテニスされるときはよくしてますね。僕やっぱり目のこの翼状片っていう病気が出てきたときにはやっぱり皮脂外線だったりホコリだったりっていうのを浴びすぎてこうなっちゃうんですね、はいはい、だから外でやるときは必ずやってます。今日はですね特徴的なちょっと3種類をご紹介していこうと思うんですが、はいはい、我々3つとも全部違うレンズが入っておりますと、はい、でまず私がつけているこちらなんですけれども、はい、なんと一番お高いやつ、え？それ俺がするじゃないですか。いやいやいや、こちらはですね、プレミアハイコントラストミラー変更サングラスというものでですね、うん、作り方がちょっと違うんですよ。これだけ。これだけ。これだけ。特別。これだけ特別なんですよ。まあ、通常ほとんどのサングラスがですね、1枚のレンズの、まあ、板みたいなところから、まあ、くり抜いて作っているという形なんですが、これはですねこの型にですね一枚一枚はめて一枚一枚作っているというところなので非常に手間がかかっていると。そうすることによってレンズの歪みが抑えられることによって光って屈折するわけじゃないですか、うんうんうん、この屈折が限りなくまっすぐになるようになると。じゃあめっちゃ見やすいってことですか、はい、なので僕はあんまりサングラスをつけてプレーを今までしたことがなかったんですよ。なんですけれども一番違和感がなかったんですよね。かけてる感じがないというか単純に眩しくなくなって、うん、まあ、非常にいい商品だなと。そして小野プロがつけているのはですね、調整機能付き調光変更サングラスというもので、これはですねまたちょっと違った意味ですごくてですね、紫外線の量によってより色が濃くなったり逆に薄くなったり変わるんですね。そうなんですよ。テニスというスポーツはですね、太陽を正面から受けてプレーするのと太陽に背を向けてプレーするのが交互に繰り返されるスポーツじゃないですか。描写みたいなこと言いますね確かにその通りだね。そうなんですよ。このテニスの特徴的なルールにおいてはやっぱこの調光サングラスっていうのは非常に重宝されるじゃない、非常にテニス向きだと。なるほど。あ、すごい、かけやすいし軽いんですごいいいですね、はい、そしてラスト、キワちゃんがつけているものはですね、メラニン変更レンズ付きサングラスと。女性の方特に日焼け防止されるじゃないですか、うん、なんですけどどんなに他をこう囲っていても目に紫外線が入ってくると脳がですねそのメラニンを出してシミ、そばかすの原因になってしまうと。じゃあこれはもう女性にはもってこいじゃん。そうなんですよ、お肌大事な女性にね。そうですね、嬉しいですねこれは、ね、まあ、男性も受けて見える最大の原因でございますから、ぜひこの夏、はい、サングラス必需品ということで、はい、小野さんはこの3つの中だとどれが。僕はやっぱり調光レンズですかね。ちゃんとフィットしてくれるし見やすさも変わりますからね、うんうん、非常にいい商品だと思います。でもこれ僕まだしたことないんで、はい、これを持って帰りますあ、はい、あ、いいですねサングラスもですねやっぱりテニス用のものをやっぱりしっかり使っていくことで、うん、やっぱりプレーにいい影響を与えるんじゃないかということで、はい、今月はサングラスのお知らせでした、はい、チームスタテニのメンバーになりませんか。僕たちの特別レッスンを配信中です。
僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。